で、これ赤パッツァ用に、カットしていきます。どうしようかな。3等分ぐらい。こんな感じでね。じゃあ赤パッツァの材料ですね。今ちょっと長野ではね、こうやって小ごみとか、ね、タケノコとか出てきてるんで、あとセリね、こういうの取り入れて、赤パッツァしていきたいと思います。まずオリーブオイル。これでカットしたニンニクを入れて。で、先ほどの切り身にこれ塩コショウしました。取り上げていきます。で、これ軽く焼き目がつけばいいんだよ。もう2つやって返しておきますね。で、ここに赤パスタで決めたのと、あさり、で、ここに酒入れてきます。水少し加えて、で、これバター、で、こんな材料混ぜるんで、で、タケノコと、で、旬の小ごみ、で、ここにトマト、これで蒸し焼きにしていきます。じゃあこれで 4,5 分経ったんでね、これで蓋開けてみたいと思います。で、これで、塩とね、薄口ちょっとで、ちょっと調味して仕上げていきたいと思います。これで仕上がりにセリ、じゃあこれで完成です。こんな感じでね。よし、こんな感じで。
ね、八方森っつって四方八方どっから見てもあのバランスよく盛り付ける日本料理の基本、どっから見ても同じような景色に、美味しそうだね。よし、じゃあこんな感じで、はい、完成です。はい、じゃあ今日はこんな感じで、カブトニとユンワン焼きと赤パッツァ、これあのレシピは動画の概要欄の方に載せておくってことなんで、そちらの方見ていただけたらなと思います。で今度からもね、例えば巨大魚、大きいのさばいてお見せしたりとか、いろんな企画考えてますので、何かご要望とかあれば、コメントの方に書いていただけたら、ぜひ反映してやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、くつかけステイ中軽井沢の料理長福本でした。ありがとうございました。